ここは星峠の棚田です。すでに日の出時刻は過ぎておりますけれども、少し空が赤くなる程度で、その姿はまだ見えません。先ほどから待っておりますけれども、雲海の霧が少し山の方に登ってきておりまして、少し霧が濃くなってきました。ご覧のように棚田の稲穂はかなり黄金色になってきております。あと半月もすれば稲刈りが始まることでしょう。太陽がだいぶ昇ってきておりますけれども、雲に隠れて日差しは見えません。あの赤い光線がこの棚田に映るときれいになります。それを待っていますけれども、期待通りになりません。